お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちガクトも。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちガクトも。ティディッティッティッティディッ。ういー、あーと、サングラス忘れた。サングラス忘れちゃった。はい。はい、はい、サングラス忘れちゃった。今日もありがとうございます。テレフォンショッキング的インスタライブ、ガクトモですけども、そう、皆さん昨日、おとといぐらいからね、気づいた方もいらっしゃると思うんですけどね、AirPods っていうんですか、これ、AirPods。うん。いよいよね、届きまして、導入することになったんですけどもね、これすごいね、すごい、AirPods Pro ってね、一番高いやつで切って買ったんですけど、これすごいよね。もう周りの音とかね、何にも聞こえないのよ。わかる？他のノイズ音とかね。いや、ものすげえなと思って、やっぱこの時期に、そうやってね、本当に、すごい、なんだろう、すごいものとか、大切なものとかって、なんかいろいろね、気づく機会がね、多いと思うんだけど、俺もだからこういうことになんなかったら、インスタライブとかでやってなかったら、これも絶対導入してないし、これがどういうものなのかってね、カッコつけてんじゃねえよって俺なんか思ってたんでね、つけてる人に対して。なんだあれって思ったんでね。けど、いざつけてみたらすげえなっていうのを、この機会に知ることができて、そういう意味では皆さんもね、大切なものって気づいた方いるんじゃないですかね。俺の身近で言うとね、武田信弘、武チンですよ。武チンが、おそらくね、最近気づきました。大切なものが何か。多分俺のことをね、めちゃくちゃ大切だなって、気づいたと思います。武田信弘。なぜならね、もう本当にね、毎日のように LINE とね、電話がかかってくるんですよ。しかもね、LINE が来て、俺が、既読するでしょ。既読した瞬間電話がかかってくるんですよ。めちゃくちゃ暇、武チン。でね、武チンバーって喋って、最終的にね、なんで電話してきたんだろうと思うんだけど、最終的にね、コンちゃんっていうの、武チンは俺のこと、コンちゃんです。コンちゃん、仕事どうって最後聞いてくるの俺にね。いや、武田さん、だから仕事はないっすよつって。もう今けど我慢ですよって言ったら、なぜか知んないけど、そうだよねつって、すげえ元気いっぱい。安心になるのかな俺に、が仕事ないって言ったら、武田さんもきっと仕事ないんだろうね。うん。ないんだろう。だから多分、仕事ない俺のことを聞いて、安心して電話切れるんだろうね。って、いつも、毎日のようにこのやりとり、しております。マジで何の意味もない電話ですけどね。はい。いやもうまた何の意味もないオープニングしちゃったよ。はい。そして高木俊也からの今日は紹介でね、タメちゃんってみんな言ってるけど、なんか武田熊谷達郎さんありがとうございます。武田さんに出てほしい。渡辺フラワーのね、熊谷達郎さん見てくれてます。行こうか、呼ぼうか。長いよね。そうだよね。タメも多分もう早くしてくれよと思ってるかもね。なんか今コメント見てたらちょっとあれだよね。なんだろう。タメは何？放送事故になる可能性あるの？おい。じゃあ、はじめまして。はい、おー、はじめまして。長いっす。やっぱ長かった？びっくりしました。呼ばれないことだと思って。そんなことあるか。呼ばれないことなんてあるかい。いや、紹介しますね。最初とりあえず。昨日の高木俊也、世田谷の豆鉄砲からの紹介で。見てた？ジェフ、はい、市原の、為田博隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。俺は、だもう為って呼ばせてもらっていいんだよね。仲良さげにね。あ、もう本当に、大の仲良しで。早いな。もうね、もうしっかり踏み込んできたね。いえ、もう。お願いします。いや、よろしく。なんか、よろしくお願いします。結構、なんだろう、俺、一応いろいろ調べたら、結構あれだよね、なんかもうそういう、ノリがいい、イケイケ系なんだってね。いえ、もう全然、イケイケはやめてくださいよ、なんかちょっと。なんか悪いやつみたいになっちゃいますよ。じゃあ、そんなことない。じゃあ、なんで、オラオラ系？オラオラ系かな、じゃあ。オラオラはもっとダメです。言葉が良くないですね、オラオラは。いやけど、そう、なんか、言葉、じゃあ、何系なの、じゃあ。何系すごい難しい。ごめん、急に振ってごめんね。うん、いやすいません。けど、そう、なんかみんないろいろ聞いたら、そうやってノリがいいやつです。それこそね、大分のユースの時の、はい、知り合いとか、俺、FC 大阪で一回、米丸って一緒にやってて。
おー、4年、はい。うん、そうそうそう。で、聞いたら、いや、もうノリがいいんで、絶対ガクさん、会うと思いますって言ってくれて。ああ、よかったっす。うん、まあ、俺が別に米丸のことどうとも思ってないんで、別にほぼ無視だけど。そうそう、兄弟よろしくね。ありがとうね、出てくれて。ええ、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。いやいやいや、全然、だってさ、俺、やっぱ、正直さ、そのタメのことあんま知らなかったから。そうっすよね、はい。いや、そうなんだけど、調べたら、え、もう試合とかめっちゃ出てんだ、試合数。いや、ちょっと試合数ばっか重ねちゃって。けど、いいじゃん。いいことじゃんかよ。そうっすね。まあ、一応、この年にしては結構出てるかなと思いますね。うん、いや、めちゃくちゃ出てる。調べたら、だってに、何試合 ?263 試合はい。多分263試合、262試合か。出てんだよね。で、俺がヴィッセル神戸の時一緒だった小川慶次郎。はい。が今27歳で、それこそ彼も高校の時から出てるから。そうっすよね。はい。調べたら、慶次郎が263試合だったから、1試合しか変わんない。ああ。うん。嬉しい。で、慶次郎はだって、1個上かな多分、慶次郎が。そうっすね。小川さんは1個上ですね。うん、そうやね。はい。そう考えたら、いや、めちゃくちゃ試合出てんなと思って、なんか、なのにさ、これ出てくれるんだって言ったら、なんか、いや、僕なんかで、いいんすかみたいなテンションで来てくれてるから。いやいや、大丈夫っすかねこれ。大丈夫っすか大丈夫。みんな猫かぶってとか、いつもと違うなとかみんな言ってるよけど、コメント。いや、そうなんですよ。僕ちょっとやばいっすよ。大丈夫っすか何がやばいんだよ。もうやばいの結構隠してたんですけど、うん、なんかちょっとサポーターの人にもちょっとバレ始めちゃってて、いや聞いたよ、なんかタレコミやばいの結構来てるもん。そうっすよね、だからちょっと本当に言えないの来てる。でだから本当に言えないのこんだけ来るってことはもうなんか言っちゃっていいんじゃねえかなって思ってんの俺は。いやそうっすね、僕もそのこの自粛中にそのインスタライブちょっと2、3回させてもらって、その普段何してるかっていう話で、ちょっと本当のこと言いすぎちゃって、いいじゃん、なんで別に全然いいし。でも自粛はちゃんとしてるんですけど、その自粛の期間の中で、みんながやってないようなことちょっとなんかやってるみたいな。ちょっと待って、その話はちょっとそんなに入って、いやけどこの期間、いや、まあもうあのね、まあいきなりじゃあもうタレコミいっちゃう、タレコミいっちゃうか。いや早いな、ちょっとタレコミ早いな。まずはあれしよう、サッカーの話しよう。一旦サッカーの話しましょう。僕もサッカー選手なんですよ。一旦サッカーの話しよう。はい、オッケーオッケー。じゃあもうそもそも中学校が長崎で、はい、で大分トリニータの話が来たの、オファーが。そう、いやなんかちょっと難しいんですけど、一応練習参加みたいなのはして、で、中学2年生かなんかで1回多分して、で、もう1回中学3年生ぐらいに、もう1回練習参加2回して、多分2回目で、まあ、来てもいいよっていう感じですかね。来てもいいよ系ね。来て、まあ、いや、まあその、なんだよ、どっちだよ、まあ、そうですね。いや、そんな、すごい、来てください、来てくださいっていう感じではないです。あ、そうな、いや、だってさ、長崎って言ったらもう国見高校とかあるじゃん、やっぱり。そうですね、はい。それはなかったの、国見は。いや、一応、お話はもらってたんですけど。だろうな、国見高校、まあ、ちょっと。ビビったべ。いや、まあ、ちょっとビビりましたね。うん、まあまあビビるって結構な覚悟いるよな、国見高校に入るってな。そうっすね、かなりの。そうだね、はい、だって特に長崎人なんで、より入ってきてたんで。ああそうかそうか、はい、よりやべえ情報が。やばすぎますよ。で、はい、まあ、ユースと高校じゃもう全然違うもんな、サッカーもトレーニングも。そうだと思ってたんですけど、え、違ったの？監督が国見の人だったんですよ。
もうどうしようもなくきつくて。いやいや、そうなん、うん。はい、もう、つらかったですね。まあ、じゃあ、どっち行っても同じだったなと、ほぼな。そうですね。はい。ただけど、ただ違うのは、やっぱりユースでトップの西登録？そうですね。はい。これ、高校2年の時でしょ？そうですね、一応、はい。え、早くね？どんな感じだったの？その高2でトップ来いって言われた時。いや、一応高1、一応っていうか、高1の時に、うん。ちょっと降格しちゃって。うん、はい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 。大分かな？チームが。うん。で、うん、ちょっと経営難とかいろいろあって、うん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 。その、まあ、人数的にも。うん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 。っていうのもいろいろあって、はい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 。まあ、その、だからその、なんていうんですか、他のチームとかとはちょっと違うような形の2種登録にはなるんですけど、うんうん、まあ、本当に恵まれてというか、そのまあ、僕にとっては、うん、こうありがたい降格だったというか、ああ、まあそうだわな。はい。早めに、その、参加させてもらって、はい。うんうんうん。え、けどそれさ、だから高2でそれなったらさ、どうだったの？プロの世界飛び込んで。だって憧れじゃん？ユースとしては、プロトップが。そうっすね。どうだったの？いや、もう行きたくなくて、練習に。なんで？なんでだよ。いや、ちょっと僕も性格的にもかもしれないんですけど、うん。なんか文句とか言われるの嫌いなんですよ。いや、みんな嫌いだよ。じゃないですか。誰が好きなの？文句言われるの。その、ユースの時ってめちゃくちゃ言われるじゃないですか、やっぱり。いや、まあ、言うな。その、全く違うから、やっぱり。はい。で、まあ、うん、自分も全然できてなかったっていうのもありますし、うん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 。まあ、その時代っていうか、うん、まだちょっとこう、怖い、うん、怖い人というか、誰に言われたの？いや、そうっすね。一番、あの、こいつ嫌な先輩と思ったの誰？デカ盛り氏っす。まあ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 、結構、雰囲気あるしな、そういう。はい、まあ、今、本当仲良くさせてもらってて、うんうんうん、全然そんなことないんですけど、うん、まあ、当時、本当に何もできなかったんで。ああ、まあ、ユースだしな、言っても。はい、なんかそれなのになんかちょっと期待値みたいなので、ああああなんか試合とかもちょっと絡ませてもらったりしてたんで、うん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 、なおさら、うん、みんなに結構言われたりして、もう練習行くの辛くて。なんか覚えてる？なんか覚えてる？マジでこれ辛かったっていう言葉なんか覚えてる？いや、辛かったっていうかもう本当は恥ずかしい辛いっていうのは、うんうん、もうただのその、パスコンっていうかその、うんうんうん、パス、トラップしてパス出すっていうただの練習なのに緊張しちゃってトラップミスとかしてちょっとなんかこうチームの空気悪くなるじゃないですか。おお、なるな、なる。でそれでちょっとずつなんかこう言われ始めるっていう時が結構多かったんですよ。なるほどな。おうおうおう、空気が悪くなってきて言われて。はい。でもなんかプロに入ると分かるんですけど、うん、パソコンとか、まあ、正直アップみたいな感じだし、もちろん、みんなそんな、できて当然。はい、みたいな感じじゃないですか。うん、でももうユースなんで、うん、こうなんか、うわ、ミスしたらどうしようみたいな。うわー、わかるわ。そういうのが辛かったっすね。わかるけど、俺もね、練習生の時に、ヴィッセル神戸の練習参加した時に、はい、それこそ、当時、三浦篤さんとか、三浦篤弘さん。それこそ国見の大スターだと思うんだけど、はい、そう、だから、その人と、こうやってボールを投げてさ、基本練習、インサイドキックとか、あるじゃん。はい、ある。俺、それやらせてもらったときに、もう俺はもう足使う前に、もう手が震えちゃって、ボール投げたのに、相手の足まで届かなかったっていう。いやでもちょっとわかります、正直。そう、そういうのに緊張するんだよな、はい、最初はな。いや、本当にそうなんですよ。あ、まあ、それはしょうがないなと思うけど、まあ、デカ盛り氏、じゃあ当時はもうめちゃくちゃ嫌いだったな、お前、その感じだと。めちゃくちゃ嫌いでしたね。そうだろうな、はい、もう、ユース戻ったらめちゃくちゃ言ってたよ、タイプ。めちゃくちゃ陰口言ってました。本当に。いい、リアルでいい。まあ、そうだもん、実際。
でもめちゃくちゃご飯とか連れてってもらってて、そうなんだ、うんうんうん、そのオフになったら、うんうん、めちゃくちゃ優しいのが、ああ逆に怖いみたいな。なるほど。けどそれはやっぱりそのピッチの中はもうやっぱ厳しく、いや本当に、でもそれも分かってない年齢だったんで、うん、そうだな、そうだな、はい、優しくしてくれたらいいじゃんだもんな。いやそうなんですよ、うんうんうん、はい、確かに確かに。俺もだからそれでプロ入って、で岩波拓也、あ、拓、はい、ま、浦和レッズの拓也がね、はい、あのユースで入ってきて、それこそ、はい、でサテライトの試合とか一緒に出た時とかも、はい、もうやっぱあいつ何もできなくて、あ、もうみんなからボロカス言われてたの。もうほんとボロッカスよ、試合中で。もう俺もかわいそうだなと思ってタクに、もう抜かれてもいいからね、もう抜かれてもいいから思いっきりいけって、相手に対してビビらず、はい、で俺サイドバックだったから、抜かれたのはもう俺がカバーしてやるから、もう思い切ってガンガンいけって言って、はい、あいつその次のプレーで思いっきりいったの、思いっきりいったの本当に、はい、で、あ、もうよしよし、そういうプレーだよってなって、まあ抜かれるじゃん、はい、で、だ俺、あ、オッケーオッケー、任しててカバー行って、で、俺も思いっきり抜かれて、で、失点したの。で、それを見て、タクは、あ、プロでも、こんなに簡単に抜かれるんだ、大丈夫だって思った。かっこいい話じゃなくてよかったっす。ない、かっこいい話なんかない。それこそね、さっき話した小川慶次郎なんかも、はい、あいつはね、けどちょっとね、メンタリティが違って、試合出てきて、後半の途中で、公式戦、J リーグに。で、はい、4対0ぐらいで、セレッソ相手に勝ってる時出てきて、はい、で、もう、点取られるのがセットプレーしかないなって思ったから、ケイジローに出てきた時に、もうお前変な位置でファールすんなって言ったの、俺は。絶対ファールすんなって言ったの。はい。それで、その、次のプレーでケイジロー、ペナルティエリアのちょっと外ぐらいでファールして。で、ブチ切れるじゃん、俺もデカ盛り師みたいな感じよ、もう。あ、まあそうっすね。お前言っただろ、ね、そうそう。お前言っただろ、バーカっつって、お前もちゃんとやれよっつって言ったら、ケイジロー、俺だって一生懸命やってんだよっつって、急に逆切れされちゃってさ。で、なんか、ああ、みたいになって。すいません、つって。うん、いや、もうそうそう。で、試合終わったらさ、それこそ、やっぱ謝ってくると思うじゃん。まあそうっすね。若いし、やっぱりそこは。そう、はい、もうそんな、OK だよ。俺もね、先輩だから、いや、まあ、気にすんだって言おうと思ってたら、俺も。はい。それこそオフの時のデカ盛り師と一緒よ。ああ、はい。で、気にすんなよって言おうと思ってたら、ほんと、何にも、謝りも何も来ないから、はい。俺から謝りに行った。俺から謝りに行った。メンタル弱いですね。そう、いや、俺がメンタル弱いのか、ケイジローがメンタル強いのか分かんないけど、まあ、ためも、そうね、そういうのめっちゃ、だけど、それはさ、けど結局払拭しなきゃいけないじゃん。そうっすね。どっかでなんかスイッチ入ったの？それこそ、大分トリニータの最年少記録じゃん、今、保持者。そうっすね。17歳、はい、17歳と12日、天皇杯。はい。その後17歳と33日でリーグ戦。はい。これ、この辺はもう結構吹っ切れてた。いやいや、もう全然っすよ。だってまだ高2なんで。うんうんうん。もう、全然もう本当に、だってもう。よう出たな、試合じゃ。いや、なんで出したんすかと思いましたよ、僕も。そっち、いや、出たくありませんよ、はい、と。いや本当に出たくなかったっす。結構リアルな話で。あ、そ、多分当時のあれいるよ、直也、石上直也。あ、もう、だからもうガミさんとか本当にめちゃくちゃお世話になってました。あ、そうなんだ。はい。もう本当にもうめ、ガミ、うん、直也はじゃあ、いい先輩だった。デカ盛り氏とは違う、いい先輩の方。もう大好きっすね。あ、そう、え、デカ盛り氏は、ま、大嫌いです。で、やめてください、やめてください、やめてください。好きなんですよ、俺。もう、モリスさんも大好きで、もう、オフ前とかもいつも、そのご飯とか、まあ、ガミさんもそうなんですけど、もういつもなんか連れてってもらって、まあ、僕、めっちゃ若かったんで。うんうん、まあ、そうだわな、それは高校2年生とかだもんな。うん、はい。もう、最初、プロ入って1年目、2年目とかも、もうずっと、
ガミさんと、うん、あと、その、森下もそうっすけど、うん、うん、お前やばいなって。まあ、もうそうなんですよ、なんか怖いんですよ。森下さんが見てないことだけを願ってます。なんでいいじゃん、見てもらった方がまたこれで仲良くなれるじゃん。まあそうっすね。もうだって今デカ森、デカ森超えたでしょ、タメは。もうデカ森超えてるじゃん、もう。ダメっすよ。え、超えてるっしょ。超えてる。いや、超えてますよ。いや、もうダメですって。ダメだって、これもう絶対ダメですって。違う、俺もこういう、これが怖いんすよ。なんで、なんで別に見られててももういいじゃん、デカ森氏なんかもうね。もう、だってもう超えてるじゃん。超えてるっしょ。ダメっすよ、もうガミさんのコメントも良くないっす。え、デカ森氏超えてるっしょ、ダメ。いやいや、口、超えてますよ。ダメなんですよ。ダメです、ダメです、ダメです。もう芸人みたいになっちゃってきてるから。本当に良くないです、良くないです、これ。あ、けど、石川みなおやには本当良くしてもらったんだ。ガミさんはすごかったっすね。あ、まあでもガミさんはもう、ガミさん嫌いな人だって見たことないっすもんね、やっぱり。まあ、それは言えてる。はい、もうみんなにって感じでしたね。うん、うん、確かに、なおやは素敵な人間だな。はい、もう上からも下からもって感じでしたね。なんかもう下痢とオートみたいに言うんじゃないよお前。でもう本当にそれもダメです。上からも下からもって、はい、お前。じゃあの全然うまくないですよ。なおやからね、それこそあのタレコミ入ってるけど、はい、あの当時先輩にこんなやついたんだろうね、あのお寿司食べに行くときに、はい、なんか3000円しか持ってこなかった先輩を見て、あの、はい、タメが、はい、あ、こいつ終わってんなって、あの、愚痴ってたっていう、情報入ってます。何？そうだったの？ 3000 円しか、寿司屋行くのに3000円しか持ってこない先輩いたんだ。後輩連れてくのに。で？もうよくないです、もう本当に。こいつ終わってんなって思ったの？こいつ終わってんなって。思った？思いました。誰はダメです、もう絶対参加競技ダメです、本当に。OKOK。どっかでトークしながら一瞬パッて選手名入れてくれたらいいから、どっかのタイミングで。絶対にそれもダメです、もう。おかしい自然な感じで、絶対バレますもん。やばいです、やばいです、もう。で、あの、ガミは、ちゃんと、あの、若い時から、実はもう体幹とかのトレーニングしっかりやってたけど、要は、それを、なんかやってない雰囲気を出すこと、出すけど、実は、タメはもう影で。ちょっと待ってください。モリスさん見てます。モリスさん見てます。え、モリス見てる？あ、ほんとだ。デカモリス見てる。え、モリスさんと面識ありますか？デカモリス？あの、もちろん、はい、何度か会った、そんなめちゃくちゃ喋ったことはないけど。あ、何度か会ったことはあるし、え、デカモリス、モリス。だけど、デカモリス、今、タメはもうデカ盛りして超えたんですよ、ね。あ、Wi-Fi が。Wi-Fi が入ってないっす。入ってる。今電波悪いんすよ。めちゃめちゃ電波いいわ。いや、ギンギンよ。ギンギン、電波ギンギンよ、もう。どうする？モリシーに言っとく？デカ盛りしになんか言っとく？当時。いいっすか？一言言って。ガツンと言ってやれよ、お前。当時はな、嫌いだったってことガツンと言ってやれ、当時。すいません。全部言ってます、それ。もうやばいっす。もうそれも僕の高校生の話なんで。何ためって、ほらほら。ちゃんと。どうぞ、デカ森氏に言ってあげて。森さん。ん？僕、高校の時。うん。めっちゃ嫌いでした。え、で、今、デカ森氏のことは嫌いです。出ます。嘘です。もう大好きです。選手としてのプレーは超えた？デカ森氏は超えたもん。いや、もう超えれません。もう超えれません。だから俺は地域リーグ行ったよって、ほら、あ、やばい、怒ってる。もう、ダメですって、もう、本当に。なんかもう、結構な感じで、ちょっとお世話になって、なりすぎてるぐらいは。そうだな。はい。うん。いや、けど、先輩っていうのは嬉しいもんだぞ。そういう、可愛がった後輩が。
活躍してる姿は、その可愛がった後輩が自分を超えてってくれる姿は、やっぱ嬉しいもんだよ。だから、しっかり超えたからいいじゃん。よかったじゃん。うん、それも良くないっす、なんか。いやいやけど、素敵な格好、けどこうやってさ、コメントしてきてくれる先輩がいるって素敵だよな。いや、本当に嬉しいっす。うん、いや、もう愛されてる証拠よ。いや、もうちょっと、汗が止まんないっす、なんか。変な、ドロッとした汗がっすよ。ドロッと、ゆうやさんって、ゆうや来てるって。佐藤ゆうやさん。お、来てくれてんの？はい。すごいね。来てくれてます。ゆうや来たってみんな。あ、ゆうやさん。来てくれてる？来てくれてますね。ああ、そう。すごいな。嘘だろ。ゆうやさんのことは？好きっす。早い。早いな。早い。一番ギャップありますけどね、ゆうやさん。あ、いやけど俺もそれは、ゆうやに関してはそうだわ。全く面識ないから。あ、そうなんだ。イメージだけで言っちゃったら、やっぱりもうめちゃくちゃ怖そうだし、めちゃくちゃ言われそう、タメとか。いや、わかります。はい、僕も最初はもう怖かったです、うん、いや、あ、そうやな、やっぱりな。うん、はい、けど最初から、ゆうやは最初から優しかった？めちゃくちゃ優しかったっすね。あ、そうなんだ。じゃあちょっと全然違うな。そうっすね。怒ってるとことか見たことないっすね。ああ、はじめまして、はじめまして。うん。そうなんだ。ちょっともう、森さんがちょっと頭から離れないっす。挨拶してくれるとか、もう本当、はじめまして、ありがとうございます。いや、嬉しいな。ほら、もうやっぱり、ゆうやが来たら、もうほら、デカ森氏と石神の話はもう一気になくなるもんね。いや、俺そのコメントしかもう読めなくなってきてますよ。ピエン、ピエンってかわいい、かわいいね。いや、けどすごいじゃん、そうやって。こんなに先輩がコメントしてきてくれるってないよ、マジで。心配されてますね、ちょっと。いや、心配されてるし、やっぱり、それは、ための、人間性好かれてんじゃないけどね。え、そんな可愛がってもらった大分を、まあ、移籍する時が来るんですけども。はい、福岡。そうっすね。はい、なんで俺はね、ある意味こういう選手は、まあ、それこそレイソルの大谷ね、秀和とかみたいな、はい、なんか選手になって大分でなっていくのかなと思いきや、福岡移籍、これはどうした？ちょっと J3 に落ちてしまって。一応森氏の言葉だけちょっと読んでおこう。俺はほんまにタメが大好きやで、はい、なんかその時はごめんなって。森さん、僕も大好きです、本当に。洋服ありがとうございます、いつも。洋服と靴、いつも森さんのばっかり着せてもらってて。はい。お前、もらってんのに、お前大嫌いとか言ったの？いや、だからはい。でも、めっちゃもう服とかもいつももらってて。でも正直、服も靴もちょっとでかかったっす。お前、悪いな。お前、だいぶ悪いな。だいぶ悪いな。いや、でも嬉しいじゃないですか。先輩の家に行って、これもらっていいですか、うんうん、って言ってもらうの。嬉しいけど、サイズは？合わないっす。やばいな。やばいな。じゃあもうその服とか靴は着たり履いたりはしなかったってことやな。はい。最高だよ、お前最高だったね。ごめんなさい、すいません。でさ、うん、福岡移籍した時のごめん、気持ちは何、あれ、まあ、J2 から J1 にだけど。そうっすね、僕の中では、うん、初めての移籍だったんで、うんうん、まずこの印象的になんですけど、もうちょっと森島の。いや、コメント怖い。あげてごめんなって。
すみません、結構高い服もらってたのに。ああ、もう石神も悪いな、こいつ。ヤフオクメルカリセカストってな、悪いな、マジで。ああ、マジで悪い。はい、ごめん、急ぎな。もう、おい、悪いな。悪いっす、もう本当悪いっす。ゆうやも悪いな、これ。大分のリサイクルショップにあったよねって、悪いなぁ、もうみんな悪いなぁ。お腹痛くなってきました。OK、ごめん、遺跡の話しよう。そう、ちゃんと、はい、ちゃんとね、ちゃんとこの話しよう。そう、もう本当にやばいやつだけになっちゃうんで。大分から福岡に。はい。これは。そうっすね。はい。なんかもう、ちょっと頭が真ん中になっちゃって。まあちょっと怖かったんですよ、うん、正直その遺跡っていうのも怖かったし、うんうんうん、でまあちょっと福岡っていうイメージが、うんうん、僕の中では結構こう怖いイメージというか、うん、なんかチームのカラーというか、うん、印象というかあるじゃないですか、うんうんうん、でまあチーム、まあ大分自体も、まあこれっていうか言っていいのか分かんないですけど、まあその、うん、金銭的にも、うんうんうん、まあ、ちょっとやばい時期だったんで、まあまあ、うんうん、まあ、自分の中でもその移籍金とかを、うんうんうん、まあ、残すのも、うん、まあ恩返しって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、うん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 、まあそういう手段もっていう考えも、うん、ありつつ、まあ、自分の成長というかステップアップというのも、うん、まあありの遺跡でしたね、うんうん、はい、そうだな、もう今まであんな話してたから、そんな遺跡金残すとかそんなこと言ってももう全然入ってこないけどな。入ってこないっす、自分が入ってきてないっす。自分が嘘ついてんじゃないかと思いながら話してますよ今。なあ、そうやって聞かれちゃうよな、はい、これ聞いてる人だよな、はい、けど嘘ついてんだろうな多分、うん。よくないですって。いや、けど、まあまあ、その、移籍金をちゃんと、残すっていうのは、もちろん、まあまあ、もう、プロとしてはね、一応できる、一番チームに対してできることではあるもんな、一つは。まあ、そうっすね、はい。うんうんうん。まあ、それがあった段階で移籍したっていうのは、まあ、一つはそうかも。まあ、けど、あと、移籍ってやっぱパワーいるからさ。いや、そう、本当に、僕も思いました。ね、それ福岡でだって大変だったでしょ、結構大変でしたね、本当に。なあ、はい、それこそ松田力、あ、もう力くん、はい、力くんめちゃくちゃお世話になってますね、大分でもやってるんで、はい、あ、そういうことか、はい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 、はい、あ、もうお前お世話になりっぱなしやないかい。そうなんですよ、なのに後輩誰もお世話してないです。もう最低だな、おい。いや、本当なんですよ。最低だけど最高だな。いや、もう本当に。ああ、翔輝も来たよ。あ、翔、もう翔輝くんも、そうっすね。うん、福岡で。翔輝くんにもお世話になってんの？翔輝くんにも結構お世話になってましたね。みんな大好き。ほら、川又健吾も入ってきたぞ。健吾くんにはお世話になってないっす。いや、まだお世話になってないんだ。お世話になってないっす。はい。あ、そうだね。じゃあ、いいね。じゃあ、どうでもいいね、そこはね。そうっすね、ケンゴくんは。いやいや、ちょっと、ケンゴまでちょっと早い。まあ、ジェフまでたどり着けてないから、今。ほんとに。全くたどり着けてない。福岡だってまたこれ、J1 降格してしまって。はい。まあ、これ、きついな。結構きついよな。行って、移籍して1年で。そうっすね、降格3回降格してますからね。確かにな。けど昨日の高木俊也も大概降格してたよ。いや、そうなんですよ。だからちょっとなんか負の連鎖的な感じにならないかなと思って、ちょっと、やめろよ、俺のインスタライブを負の連鎖でつなごうとするな。お前嫌だよ、俺負の連鎖でつながれるの。いやいや、本当に。あ、けどまあそうか、まあ辛い思いして、次のけど J2 も残ったけど、はい、そこで出れなくてっていう感じ。そうですね、はい。で、ジェフか、これはオファー来たの、ジェフから。そうですね、もう全然紅白戦にも出れない感じだったんで、
あの、そうなんだ、2年目福岡の時、はい、うんうんうん、だからまあ一応その移籍先を探してて、うん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 、でジェフが一番最初というかもう早い段階で、ああなるほど、オファーくれたんで、うん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 、そうか、いやまあけどジェフ行ってちょっと返り咲いた感はあるもんね。そうっすね、返り咲いたっていう年じゃないけど、なんかそうなんですよ、はい、ちょっとまた自信持ってプレーできるようになったなっていう感じ俺の中であったけど、そう、え、見てました、ハマったのかな、見てない、見てないですよね怖いです怖いです怖いです、ウィキペディアの試合数だけ見てる。ああ、そうっすね、はい、あけどあれだよ、知ってるよプレースタイルは。あ、本当ですか。あのフィジカルを生かしたヘディンガーでしょそれの反対の選手かもしれないです、だとしたらそうそう、知ってる、あの左サイドで右足のね、あのインサイドでボールを持ってね、あの仕掛けてく姿ね、好きだよ俺、すごい好きだよあのドリブル見たことはあります。あるよ、当たり前じゃん、そだってもうあのドリブル、俺右サイドバックだったから、はい、左サイドハーフの男が、男か、対戦する男がそれこそああいうプレーしてきたらすげえ嫌だったもん。あ、要は右足のインサイドでボールを持つで、右足のインサイドで縦にもいけるし、切り返してクロスも上げれるし、要はドリブルもできるっていうのは俺超嫌なプレイヤーの一人よ超嫌なプレイヤーの一人、うん、よかったです、はい、いや本当によかった、始まる前に4分のプレイ集見といてだと思ったんですよね今YouTube のあの 4,5 分のプレイのやつ見てるなと思った、あのちょっと音楽ついてるやつですよね。そうだと思いました。いやけどあれ見たら、あれ編集した方すごい上手ね。あれ見たら、そのためのストロングポイント全部わかるもん。そうっす。はい、うん。なんか、編集の人がすごいみたいになっちゃってますけどね。編集の人がすごい、あれは。編集の人もすごいですよね。編集の人がすごい。電波悪いし、すいません。あれけど、あのプレースタイルでしょ？そうっすね。もう、あれしかできないです。左も右も蹴れるじゃん。いやいや、そんなことないですよ、全然。なんで、あの、だって、右利きなのにさ、縦あそこ持ってって、左足です、なんか、あの、パーンってクロス上げるのとかは、上手じゃん、めっちゃ。そうっすかね、それはちょっと、うん、福岡の時に、うん、うん、ちょっと練習したかもしれないです。あ、そのウェリントンがいたんで。あー、そうか。大分の時は、うんうん。そのどっちかというとカットインしてシュートっていう感じの意識しかなかったんですけど。あ、そうなんだ。うんうん、はい、ちょっと福岡行ってセンタリング上げたらウェリントンいるんで。ああ、いや確かにウェリントンいたら適当に上げりゃ入るもんな、ゴール。そうなんですよ、強すぎて。確かに、けどそのおかげであのプレー身につけただってめっちゃ良くない？いやそうっすね、本当に、はい、お、左はすごい蹴れるイメージで、俺だから一瞬左利きなのかな、あのプレー集見たらさ。そうですね、クロスのシーン結構多いですもんね。多い多い多い、そうし、タイミングもいいから、なんか抜き切らずに上げるとか。俺、ね、だから俺はあれ見て、デカ盛り氏じゃダメだったのって俺も言われると思ってたんですよ今ちょっと言いながらでも本当怖かったんですよ。いや、デカ盛りしちゃダメだったんだもんね、それはね。いや、じゃあ、その時はそんな出れてなかったんですよ、試合に。まだ。けど、ウェリントンかデカ盛りしをどっちか選ぶって言ったら、どっち選ぶ？ウェリントンっす。違うんですよ、本当に。もう良くないです、本当に。良くないんですよ。良くないな。これ先輩良くないな。良くないです、本当に。良くないな。なるほど、けど、じゃあ、それを福岡は、まあ、ちょっと降格してね、しんどかったけども。一緒にピッチいてごめんなって、デカ盛りし優しいな、もうデカ盛りし優しい優しいよデカ盛りし、
この優しさが怖いんですよ、本当に。普段優しすぎるから、まあ、その。あの、今度会った時な、まあお前、それはもう一発もらう覚悟はしとけよ、お前。いや、ガッツさんもらってくださいよ。やだよ、デカ盛り師なんかの一発もらったら、首飛んでっちゃうよ。いや、本当に飛びますよ、だって。いや、まあもう、もう、しょうがないじゃん。だって言っちゃった、だって言っちゃったんだもん、それ、もう。俺、これだって、ね、これ、アーカイブもずもう一生残すしさ、このアーカイブ。一生残すから。すぐ削除してください。すぐに。残してもいいことないです、これは、本当に。ああ、けどまあ、ジェフ行って、まあそういうプレーもう一回、なんか思い出して、まあウェリントンのおかげもあって、デカ盛り氏のおかげはなくて、もう一回思い出して、そういう、プレーをね、うん、ウェリントンのおかげで。なんか Wi-Fi が良くないな。いや、デカ盛り氏聞いてくれてんのありがたいな、ほんと。今日寝れないってさ。僕が寝れないですよ。そうだな、そうだな。ジェフね、ジェフに移籍、まあ、一番最初に手を挙げてくれたから、ジェフ移籍して。はい。で、どうなの、ジェフというチームは。まあ、試合もやっぱ安定して出てるし、去年なんかキャリアハイじゃん、38試合。そうっすね。どう？やっぱりフィットする？プレー、あの、チームに。そうっすね。まず、うん、まあ、周りがやっぱこう、レベルすごい高いくて。なんかあんまりそういうこと言うと、お前また。いや、ちょうど、そうなんですよ。今ちょっとなんかもう、選びに言ってるんですけど。もう分かった。まあ俺、OK。もうコメントには触れないから。コメントには触れないから。はい、一回お願いします。はい。OK、OK。ジェフの、どう？そうですね。すごい周りが良くて。うん、周り、いや、いや、言えよ、そのまま。周りが上手いんだよな、もちろん。分かる分かる。あの、メンバー見たらやっぱりすごい、あの、集まってるもん、選手。そうですね。ああ、すごいよ。ジェフじゃない、あれは。はい。僕みたいな、うん、その、短期突破型というか、なんかそういう選手がいなくて、で、その逆にそこに、こう、助けられたというか、そのみんな上手い分、その、僕結構気使えないプレイヤーなんで、それが逆にこう、フィットしたというか。うん、まあ、あのプレイスタイルはそんなに、そういう気配りするプレイスタイルじゃないもんな。そうなんですよ。勝負だもんな、そこは。はい。だからそれが、ちょっとまあ、こう、フィットしたというか。まあ、本当に、周りに生かされましたね。確実に。じゃあ、なんか、やっと、そのための4分、俺は4分見た動画のあのためのストロングポイントが出せるポジションを与えられたというか。そうですね。まあ、監督も、もうその、どんどんサイドチェンジして、サイドが仕掛けるっていうスタイルだったんで、まあ、それも自分にとっては、ありがたかったというか、はい、うまく。いや、けど、そうだね、そうしてくると、やっぱ大分で学んだこととか、その福岡で自分が得たものを今、ストロングポイントとして生かして、それも生きてるっていう意味では、こっからちょっと楽しみだよな、サッカーも。そうですね、はい。うん、なんかだって、自分でも手応えあるでしょ、この感じだったら。なんか楽しいというかさ、サッカーが。そうですね。うん、だから、キレられるデカ盛り氏みたいな先輩もいないし。楽しい、絶対楽しいよね、そんなんね。うん。え？いや、はい。え？いや、けどさ、はい、で、はい、ジェフで言ったら、それこそ、あの、さっき川端健吾ね、ずっとコメントくれてたけど、はい、健吾の垂れ込みでね、はい、もう川端健吾はもう悪いことしか垂れ込まないからさ、すごい、選ぶの大変だったんだけども、一番可愛いので、あの、人の車に乗ったら、はい。どこかしら鼻くそを車につけて帰るらしいっていう垂れ込み入ってます。薄いっす。垂れ込みが薄いっす。やっぱ、お世話になってないから薄いんだよな、多分な。いや、なかったんですよ、絶対に。
垂れ込むことが。慣れ込みがなかったから、もうこれをほぼこの歌、人から聞いたってこと、これ。何こんなことない。いや、もう確実に人から聞いた話ですね、じゃあ、川端健吾がなんかもう一個 やばい。いやー、けどこれ言えないんだよな、ちょっと。やめとこう。これは、やめとこう。いや、でも俺、公表してますよ、多分。え？あの、酔っ払った時の話とか公表してる？酔っ払った時ちょっとその、お酒をちょっと飲みすぎちゃって、はい。あの、寝ちゃった時の。ちょっと、それもう、もう、ガミさんじゃない、もうガミさんがもう頭から離れない、やばい。もう、それも、ケンゴくんの前ではしたことないっす。それも、ケンゴくん聞いた話っすよ、もう。あいつ悪いな。あいつ悪いわ。ああ本当に、まあ、ちょジェフに最初来た時に、うんうんうん、ちょっとそのみんなとの交流会みたいなやつで、うん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 、ちょっと飲みすぎちゃって、うんうんうん、その場所も言っていいか分かんないですけど、なんか悪い場所なんですよ、うん、東京の。そうね、悪い場所っていうか、はい、まあ、あの悪い人たちが行く場所だよね、はい、悪い人たちが連れられていく場所でしょ。そうなんですよ。での前で寝ちゃってたんでしょ。そうなんですよ。その道路の、うん、もうコンビニの目の前の道路で、うん、堂々と寝てたんですよ。いや、お前よかったな、けどそれ、その、なんかいろいろとそうやって、それでさ、例えばもうもしかしたらね、本当に連行されちゃうことってあるわけじゃん、そういうの。いや、そうなんですよ。本当に危なかったっす。お前本当危なかったっていうか、もうそれはだからもうその時、ね、ジェフに来てすぐだったし、みんなにわーってやってもらったんだろうな、きっと。お前、このキャラ、お前このキャラだからな。ちょっと断れなかったっす。断れなかったんじゃねえか、もう なんとか家帰れよ、バカタレ。いや、まあまあ、けど、あの、それはな、反省してもうないもんな、それはな。そうですね、もう本当に。はい。うん、そうそうそう、もうない。あとはね、あの、増島達也。はい。挨拶してる？達也にちゃんと。マスさん挨拶してますよ。ちゃんと挨拶しなきゃダメよ。マスは挨拶してくれる後輩好きだから。ちっちゃいんすよね。お前マジで怒られる。マスさんは大丈夫です。もう本当に、うんうん、もうなんか、うん、もうなんか天才ぐらいに後輩にいじらせてます。うんうん、逆にマスさんは。自分をね。はい。なんか最初ちょっと怖い人だと思ってたんですよ。あ、分かる分かる。うん。で、分かるよ。本当にキャンプの時とかちょっと気取ってて。おうおう、気取ってて。おうおうおお。で、なんかちょっとなんかこう、俺は違うぜみたいな感じだったんですよ、本当に。おうおうおお、なるほど。俺は違い出してるよみたいなね。うんうん。はい。で、みんなちょっと近寄りがたいみたいな雰囲気だったんですけど、おう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 、時間が経てば経つほど、うん。なんかもう、大丈夫ですかっていうぐらいのキャラで。おうおうおお。だからもう全然もう、はい。イージー、イージー。松島はイージー。スーパードイージーっす。本当に。あ、ドイージーなんだ。もう別に、まあどうでもいい。松島は別にどうでもいい。マスさんはどうでもいいっす。すげえな。そうっす。でもマスさんにも、マスさんにも結構ご飯とか連れてってもらってるんで。え、だけど、マスさんは、大きいか小さいかって言ったら小さいっすね。何がすか何が小さいか大きいか分かんなかったっす、今。自分の中でなんかよく分かんなかったっす。マスは、イージーマスさんはスーパードイージーっす。こいつ、これは、でもこれはもう全員にも言われてることなんで。そうなんだね。はい。いや、インスタライブ一回出てくれて、俺のも。あ、本当ですよね。だから、あの、マスさんに聞いて。かっこよかったよ。うん。マスさん、かっこいいんすよ。うん。いや、かっこよかった、かっこよかった。雰囲気もあったし、あの、言う言葉のセンスもあったし。作ってたんすよね。わかります。あの、なんか、目とかもなんか、こんなやりますよね。わかります？なんかちょっと。あ、わかるわかる。あれ作ってた。作ってた。あれは作ってます。マジで？もう、本当にもう、うん、面白いっすよ。なんかもう。うわ、くそー。じゃあ、俺の時まだやっぱり、人見知りって言ってたから。
そうですね。最初は僕らも全然、はい、絡めなかったっす。なかった。やっぱ1時間じゃちょっと短すぎたな、畜生。はい。もう本当に。ためとやった後がよかったわ、スーパードイージーって聞いた後が。いや、もう一回やった方がいいかもしれないですね、マスさんは。じゃあもうマスとかは、そう、お世話になってるってことは、もうもはや財布っていう扱いでいいってこと？っていうか、財布っすね。後輩には本当に財布って言われてます。言われてんだ、財布って、はい、もうこれもう本当一回マスの家行って塩田玲子さんに怒られたらいいんだ。お前らは怒られたんですよ、俺。怒られたの？何怒られたの、お前。これ本当にこれもう言っていいのかな。いいよ、怒られたんだからもうしょうがないじゃん。って、うん、怒られたっていうわけじゃないですけど、その何、うん、マスさんがその結構何家族も4家族ぐらいいたのかな、うん、そのマスさんちでバーベキュー開いてくれて、うん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 、で僕の私生活がめちゃくちゃだ、うん、めちゃくちゃなんですけど、うんうん、そうね、カイジって聞いてるよ。お前はカイジだって聞いてる。そうなんですよ、僕カイジなんで。だからそれをそのタレコミを、うんうんうん、うちの嫁はうんうん、なんか言わないんですよ、そういうの自分で。ああ、まあ言わないだろうな、それ、うちの旦那がなんて言わないだろう、そんな。はい。で、それを、その、仲いい奥さんの人が、うんうん、こう、その話の流れで旦那の話になった時に、ああ、ああ、タメちゃんはすごいもんね、みたいな感じで、その話をちょっと したんですよ。ああ、そしたら、その、ゆうとさんの奥さんと、ああ、マスさんの奥さんが、うん、いやいや、それはちょっとやばいでしょ、みたいな。ちょっと行き過ぎてないみたいな。だからテレビとかであの、二丁拳銃さんの、あの奥さん怖い人みたいな。はい。あそこまでは全くないですけど、その笑いの中で若干、ちょっとタメちゃん、それはちょっとやばいんじゃないみたいな。ああ、言われたんだ。釘刺されたんだ。はい。で、どう思ったの、その時。うぜえなって。嘘です。本当に嘘です。もう本当に嘘です。もうダメですって。本当に。全く思ってないですけど。面白いけど、まあまあ、そうやって言ってくれるのはありがたいよね、やっぱね。そうですね。でもちょっともう、肉がうますぎて、その時バーベキューの。バーベキューのレベルじゃない肉が出てきてたんですよ、やっぱり。違い見せてきてたんですよ、本当に、マスさんあ、その時にマスも、もう生きてた。いや、生きてましたね、あれは。ただ、ちょっと家の迫力と、ちょっと肉の迫力に負けました。どういうことだよ。どういうことだよ。いや、なんかもう家すごいんですよ。あ、そう。家の中とかめっちゃおしゃれで。やられたんだ。やられましたね。うわー。カイジやられた。近くから。いや、もう。地上の生活はああいうのって分かった。お前は地下だからな、カイジは。1050年。そうなんですよ。まだ一発逆転できてないっす。まだ狙ってる。まだ狙ってんの。狙ってますよ、もちろん。まだ狙ってる。やっぱり、はい、カイジスタイルは崩さない。崩せなくなりました。ああ、そういうことね。沼から抜け出せないっす。沼にはまっちゃった。ハマってます。あの沼にどっぷり。沼は絶対勝てないから。そうなんですよ。もがけばもがくほど。そう、あれはダメだよ、マジで。もう最終的にはカイジどうやって勝ったかって、もうイカ様みたいなもんだからな、カイジが勝ったのは、ね、本当にそうなんですよ、毎回。イカ様にはイカ様で勝負しないといけないんですよ、結局。もうお前はもう一回行って、あのマスの家、これね、もうコロナ収束したらもう一回マスの家行って怒られろ、塩田玲子に。もうそれだけが怖いです、本当に。マジで怒られる、お前、本当。ああ、もう今日ひどかったな。本当、ガクトもひどかったな、今日。もう時間来ちゃったんだ、こんな話でさ。いや、よかったです。なんかこう、ちょっとやばいです。人の悪口しか言ってないです、本当に。やばいですって。いや、もう一回、ちゃんとね、最初からちゃんとやろう。デカ盛り氏のことは嫌いです。ダメなんですよ、もう本当に。川又健吾はお前のことを知らないです、何も。増島達也はスーパードイージーっす。
ちょっとやめましょう。潮田玲子さんは？じゃあそこはダメです、絶対に。大物すぎます。石神は好き。ガミさんはただのいい人っす。ただのいい人。いい人すぎて、そこはちょっとなんか、反論するコメントがなかったっす。なるほどな。いや、いやけど、だめ。面白かった。俺は本当に面白かった。サッカーの話、こんなにしないか、今までなかったから。なかったです。もう本当にほら、皆さんも来てるためにならない話をありがとうございますって、うまい。ためだけにね、ためにならない話をありがとうございます、本当に。なんでコメントに締められちゃうんすか、俺。いやいや、ちゃんと締めるの締める。とりあえずね、もう、今の、なんだろう、ジェフに来てね、そのさ、ジェフ、まあもういいや、ジェフのサポーターに何言っても伝わんねえだろ、これもうな。伝わんないですよ、もうやばいですよ、これは。そうだな。けどまあ、まあ、ための、その人となり、その先輩からも好かれるし、っていうのはみんな伝わったと思うから、俺はこれで人気出ると思うよ、ためが。ですか？人気出ると思う。ただ、塩田玲子さんにはマジで嫌われると思うけど、ためが人気出ると思う。だからそれだけが一番怖いです、僕は。なかったことにしたいんですけど、本当にこれもう。無理だよ、もう。無理無理。これ、マスに後から連絡しとく。一回見てって。絶対ダメですって。分かった。じゃあもう、分かりました。じゃあ最後はね、最後はしっかり締めてもらいましょう。はい、こういうコロナのね状況でちょっとまだ大変な時期が続いてるんで、これ見てる皆さんにちょっとそういうメッセージをお願いします。そうですね、まあ、こういう時期で、まあ、おのおの、自分の中でいろいろこう考えることとか、うん、まあ、うん、僕は逆にこういう期間を大事にできたかなと思うし、うん、まあちょっと自分の、まあ怪我してたんで、まあそういうこう治療の期間にもなりましたし、まあこんなちょっとふざけたなんか会話しかできなかったですけど、うん、本当にジェフの、サポーターの方には本当に助けられてますし、うん、まあ最高のスタジアムでまた熱い戦いができるのを楽しみにしてるんで、まあ、皆さんも楽しみに頑張ってほしいです、はい、OK、 ありがとう。いや、まあまあこういうサッカー選手のねサッカーじゃない部分知れるっていうのは一つのエンターテインメントとしてはすごい面白いから、あ、よかったです、よかったと思う、はい、うん、よかったと思う。俺はもう本当に楽しかった、ありがとう、うん、ありがとうございました。ありがとう、なんか怖いですけど、うん、ありがとうだからじゃあ明日のね友達を紹介してほしいなと。わ、見たことあるな。これやってね、友達をじゃあ紹介してください。じゃあ明日はジェフつながりで、うん、レジェンドを呼んでおります。誰？佐藤優斗さんを。これすごいの来たな。いや、だからちょっとなんか俺の後でなんか申し訳ないです、なんかちょっと本当に。いや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 、優斗出てくれるって、出てくれるって言ってました。あ、今いい友のやつでした。違いますよね、まだ。大丈夫大丈夫大丈夫。え、マジで？はい、すごいの来たな。いや、ゆうとさんにはちょっとお世話になりっぱなしなんで、でまたお世話になる人出てきちゃいましたけど。オッケー、じゃあ明日はゆうと来てくれるってことで。はい、ありがお願いします。最後はめちゃくちゃ活躍した、お前よくやった。ため、最後だけじゃないですか。最後大活躍した。オッケー、いい感じで締めよう、このまま。そうですね、お願いします。やり方分かってんな。明日も見てくれるかな、はい、ガクトもだからね。あ、終わりました。OK、よろしく。それでは皆さん、明日も見てくれるかな、ガクトも。ありがとう。多分ありがとうね。ありがとうございました。すいません。お疲れ様です。